フェルディナンド一世、フェルディナンド一世、1865年8月24日から1927年7月20日は、ルーマニア国王在位、1914年10月10日から1927年7月20日、在位中の1917年に発行された90.2550馬に、1レウイコール100馬に、 単数型は、万の三種の紙幣に肖像が使用されていた。ホーエツォレルンコレオポルトと、ポルトガル女王マリア二世の長女、アントニアの次男として、ジクマリンゲンで生まれる。父レオポルトと、アニビルヘルムが、ルーマニア位継承を辞退したため、1888年11月に、フェルディナントが、このないオジカロル一世の法廷推定相続人となった。 ルーマニア政府は彼にカトリックから正教会への改修を要求しなかったが、フェルディナンドの子供たちがルーマニア国境である正教会信徒として育てられるよう求めた。1887年に隣国ブルガリア公国の公家くらいに就いたフェルディナンド一世は母アントニアの重帝であった。彼はフェルディナンドの治める王国の大きな敵となっていった。 国境を接するオーストリアイコールハンガリー帝国皇帝。フランツ・ヨーゼフ一世は明らかにルーマニア人が多数を占めているトランシルバニアの支配者でもあった。フランツ・ヨーゼフとは母方のヒーババマリア・レオポルディナを通じて遠赤関係にあった。1893年、フェルディナンドは東園にあたるイギリス王女、マリー・オブ・エディンバラ、ルーマニア5名。 マリアと結婚した。夫妻の共通の先祖は、ザクセンイコールコーブルクイコールザールフェルトコーフラツで、あった。また、マリアの母は、ロシア王女、マリア・アレクサンドロブナであったことから、ルーマニアと国境を接するロシア皇帝にコライニセイは、いとこ同士であった。この結婚で、フェルディナンド夫妻にはミオゾウジョが生まれた、バッシミルチャは溶接。マリアは結婚生活の終わりにはすでに不定を。 働いており、ミルチャは、アイジンバルブ・シュティルベー、元ワキアコバルブ・シュティルベーの孫との間に生まれたとされる。フェルディナンドは、終文が公になるのを望まなかったとされ、マリアの産んだ子供たちの認知を拒否しなかった。1914年10月10日、叔父の死によって、王位を継承した。ドイツ提出法院ツォレルン家の演者であったものの、フェルディナンドは、第一次世界大戦に、 ルーマニアが参戦するにあたり、中央同盟国に対抗する三国協商側につくことを1916年8月27日に表明した。彼は愛国者というあだ名を持っており、1914年にルーマニア政府を前にして宣誓した。フェルディナンド一世のドイツ人としてのルーツへのこの裏切り行為の結果、ドイツ皇帝ビルヘルム二世はフェルディナンドの名前を 方園ツォレルン家の名簿から消した。参戦後逆転されたにもかかわらず、ドブロジャ地方とアラキアは中央同盟国に占領され、1917年にルーマニアは戦って、ドイツ軍がモルダビアへ進軍するのを食い止めた。1918年のブレストリトフスク条約で、ボリシェビキ政府が訴えを起こすと、ルーマニアは中央同盟国に囲まれており、ブカレスト条約。 南部ドブロジャの獲得を諦め、北部ドブロジャの南部をブルガリアに割譲するよう、取り決められたの締結を強いられた。しかし、フェルディナンドは、条約の署名を拒否した。三国協商側がテッサロニキの前線へ進軍し、ブルガリアを打ち負かすと、フェルディナンドは、ルーマニア軍の再動員を命じ、ルーマニアは三国協商側について、再度参戦した。ルーマニアの戦争努力の結果は、 1918年にベッサラビア、ブッコビナ、トランシルバニアがルーマニアと合同することになった。フェルディナンドは三国協商側が中央同盟国に勝利したことに伴い、1918年から1920年にかけてのルーマニアの国土を非常に拡大した支配者となったのである。ルーマニアとハンガリー・ソビエト共和国との争い、またロシアでの内戦の間、 フェルディナンドは1922年10月15日、トランシルバニアの伝説的な威厳ある都市アルバユリアで、壮麗な戴冠式取り行った。フェルディナンド一世の知性での国内政治は、ヨガイシー・ブラティアヌとヴィンティラ・ブラティアヌの兄弟が率いる、保守的な国民自由党に支配されていた。トランシルバニアの獲得は皮肉にも、反。 国民自由党派の選挙基盤を拡大させることになった。1926年10月、トランシルバニアのルーマニア民族党、パーティジュール・ナッシュネル・ロマーンと、旧王国、ワキア及び、モルドバに基盤を持つ、農民党、パーティジュール・ターニスックが合併して、国民農民党、パーティジュール・ナッシュネル・ターニスックが結成された。反保守と政治改革を掲げる同党は、 1928年の選挙で77.76%の得票率を得て退場し、与党第一党となったのである。フェルディナンド一世は1927年に死去した。摂政の下で、孫息子ミハイ一世が即位した。摂政生は3人の定員で構成され、摂政の一人は、フェルディナンドの次男ニコライ王子が務めた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。